はい、皆さんこんにちは、カンナと申します。ではね、引き続き F フレ式やっていこうと思います。2週目ですね。はい、やっていこうと思います。レベル上げとかはしてません。イエス。というわけでね、まあいけるでしょうどうかなどうかな、あんまり自信がない。というのが、次のミッションね、カトル戦じゃないんですよね。うん、カトル戦じゃなくて、なんとね、マキナ君をね、操作するというミッションなんですよ。うん、マキナ君をね。お疲れ様。はい、ここではね、カトル、はい、カトルと戦うっていうやつなん、やったっけ？そうね、イングラムへ行って、カトルと戦うっていうやつなんですけど、びっくりした。一瞬違うかなと思った。というわけで、マキナくんなんですよね。マキナくんだけを操縦します。どこ行くん？どこ行くん？どこ行くん？オッケー、クラスゼロね。いやから、ちょっとね、マキナとか、全然レベル上げしてないし。いやからちょっと自信がないんよな。ほんまは上げといた方がいいかなとか思ったけど。はい、というわけでね、これではないけどね、一応ね、飛行発着所に行きましょう。行けるかな、大丈夫かな、ちょっと不安なんですよね。ちょっとどころじゃないな、かなり不安かもしれん。ほんまにレベル上げをしてないから、まあ行けると思いたいけどね、という感じでね。マキナ、マキナ怒られる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 、ごめんなさい、マキナからパーティーから外れました。はい、というけど怒られるな、今のモノマネは。ね私はヒロインに向いてませんね。これは、あ、これか、これ見た、アリアちゃんが出てくるやつですね。期待してるぞ。なんですが、ちょっとマキナさんの成長できます、あなた。いねえ、マキナがいねえ成長するも何も、マキナがいねえ。すでに、そっか、パーティーから外れたっつったか。あ、AP で成長させようかなーなんて考えた私が甘かった。そうですよね、いないんですよね。あい、すいませんでした。しっかりな。ゴーン。というわけで、上のね、カトルとの因縁にね、終止法ってやったら、1周目と同じカトル戦になります。ほんで、お次、下、マキナはどこに、というのがね、2周目以降にありますミッションでございます。今回はこちらやります。マキナ操作です。はい、というわけでね、マキナの戦い、作戦レベル36、全然追いついてませんよね、レベルがねマキナのレベル確か20代やったかもしれません。勝てんかったら、レベル上げを、ね、もう黙ってやろうと思います。はい。というわけでね、マキナの戦い、広告帝都イングラム交戦中のさなか、白虎の留守となったマキナは目的もなくイングラムをさまよっていた。その時、というわけでね、この作戦はルシとなったマキナ一人による任務です。他のクラスゼロのメンバーを使うことはできません。また魔法特殊装備も使用できません。魔法が使えません。なんてこった。というわけでね、はいやべえ、レベル26やって、やべえやべえやべえ、大丈夫か、大丈夫か、作戦レベル36やけど大丈夫かな、クリアできんかったらどうしよう。というわけで、マキラくんです。はい。装備を変更しますか。はい。ちょっと、いじれるもんは特にないですよね。はい。というわけで、変更しません。操作キャラを選んでください。マキラくん、なんかすごい仮面被ってますよね。というわけで、ルシ・マキナです。ここも、落ちるのか。おい、そこのルシ。なんだ、俺たちは、どうしてもシドのところに行かなきゃならねえ。だから道を作れ。てか、俺たちを送れ。は？よろしくお願いします。あんたは？ティスだよ、ティス。俺はリーンだ。んなことはどうでもいいから、さっさと送れって。分かったよ。はい、作戦開始。今出てきたティシュとリン、
ていうのは、かっこつけてんね。今ちょっと出てきたティスとリーンについてなんですけど、エンディング後に解放された、ちょっと説明させてもらうとね、ちょっと説明します。エンディング後に解放されました、真のショーっていうね、ムービーに出てきます。はい。そのムービーに出てくるのがティスとリーンっていう、男の子と女の子なんですけど、元々はクラスゼロにいたメンバーです。元々はね。ただ、ドクターアレシアから、君たち二人は不要だよ、みたいな感じで、それで、は、除名というか、ね、クラスゼロからいなくなった二人でございまして、はい。昔はいましたっていう感じです。はい。っていうのがティスとリーンのお二人です。私もあんまり詳しく知らんからさ、ちょっと間違っとったらごめんなさいっていう感じなんですけど、はい。声優さんは確か、キングダムハーツの、ロクサスの声の人と、カイリの声の人やったような気がします。はい。なんかそんな記憶はあるぞ。それ間違っとったらごめんなさいなんですけども、そんな感じです。では行きましょう。ルシマキナですね。クソ早いです。はい、ルシですからね、私ルシですから。はい、見て、ゴキブリみたい。ゴキブリマキナと呼んであげてください。嘘でーす、ごめんなさい。何それやったっけ。このまま行けばいいんかな。うん。皆さん、録画タイムですよ。はい、録画タイムです。何やこれ。やばいやろ、こいつ、マジ。ネタかよ、ネタキャラかよ。何やねん、このなんか。行こうか。すいません。遊びすぎました。行きましょう。はい。というわけで、制限時間3分で、死を覚悟して、というわけで、殺しましょう。ごめん。死んでない。普通のね、攻撃避けられるんですよね。サンダー使えへんのか。よいしょ、スピンドライブで。なんとかなる？オッケー。怖い。嫌だじゃない。痛い。というわけでね、使命達成ということで、クリスタルの使命ってあったじゃないですか。死を覚悟して、ね、挑戦ということで、あれミスったら死にます。この子使いづらいんよ、マキナ。マジ。ほんで、魔法が使えへんのよ、この通りね。やから、スピンドライブ。使いづらいな。で、結構スザクの兵士避けるんですよね、攻撃、普通攻撃をね。こうやって当たったらラッキーなんやけど、ちょ、ファントマ取っていくか。ファントマの数もね、やっぱ評価には大事なので。よいしょ。OK。ガンガンね、スザクの兵を殺しとって、ねえって感じ。あ、なんか落ちとる。殺しといて、俺はスザクの。この辺りはダメだ。あ、はい。地下に回るか。はい。すいません。あ、地下？はい。いや、殺したくないんやけどな、ほんまは。マジで殺したくないんやけど。だって、スザクのね、人たちを殺すなんか、マジでやりたくない、このミッション。ね。何やねん、この林、マジ。あんたちょっと体型でかいんやったらもうちょっと大股で歩いたりとかせえへんの？それか飛んだりせえへんの？そらね。マキナに対しては厳しいです。どうも、カンナと申します。ゴーレムの撃破。ゲートを閉じろ。待って。待って。ゴーレム。待って。ゴーレムの撃破。よいしょ。ゴーレム。痛い。ソーリー。待って。違う。使命達成？嘘、使命達成した今。ゴーレム倒したん私。マジ？知らんかった。うん。OK かな。もうこいつしか。よいしょ。OK。この子の攻撃ね、結構避けるんですよね、敵さんね。ここから地下に行くんですが、なんかあると思った。OK、完全回復セット。OK、行きましょう。
生存者だ、やれ。生存者、私のことか。あー、女の人とか特に殺したくない。マジかわいそう。あー、これ使えるんか。ええわ、いらん。すばしっこいですね、さすがスザクの兵士。いやー、すばしっこいですね。オッケー。いや、だって言っとんのに殺していくね。こちら第六小隊、地下エリアにて未確認戦力と遭遇。私のことか。ああ、レベルも上がるし、かわいそうに。殺したくねえ、マジで。スザクの人たち、なんだよ。アダドの撃破。というわけで、アダドってこのでっかいのかなと思うんですけど、はい、殺せましたね。はい、あ、私ルシなんで、はい、ルシなんでね。よし、一応ファントマーを取っとこう。しやん、オッケー。はい、よいしょ、オッケー。もうね、目が回ると思います、皆さん。はい、私もね、こいつ早すぎてマジで目が回る。しかも攻撃全然当たらんっていうな。当たらんっていうより、スザクの兵士がね、ほんまにすばしっこいんですよ、ほんまに。ね、ノーウィンタグいっぱいありますね。こっち行ってみるか、ちょっと違う道やけど。早いね。あっす。あっす。ん？痛い。あっす。あっす、さっさっさっ。避ける！オッケー。痛いな。痛いけど、リリーズついとるからですね、回復するんですよね。うん。すばしっこいですね。おー、ルシの攻撃を避けるなんてね、すばしっこいですね。はい。こっちもまだ道あるかな。なんか。あ、ごめんね。女の子はほんまに殺、いや、男の人もそうやけど、殺したくないよな。ファントマの奪還。はい、この人殺してん、あかん、無理、この人。ここ無限脇かな、違うんかな。かわいそう、かわいそう。無限脇っぽいか。じゃあアイテムがあるかどうかを探そう。おお、こんなとこおったんや、君。よいしょ。行き止まりだ、観念しろ。くそ、避けるね、避けるね。一人では死なんぞ。オッケー。あ、私はアイテムがないかなーっていうので見に来ただけであり。あ、おった。永遠にレベル上げできんだね、ここ無限脇やもんね。めっちゃレベル上げ、ファントム集めできそうな気がする。いやだ、めっちゃ湧いてくる。アイテムない、なんか。あ、ごめんね。アイテムないか。めっちゃ敵が湧いてくる。どこ行ったの君。ないか、アイテム。避けんね、避けんね。じゃあ変えるか、アイテムないし。まあレベル上げするんやったら、ここでレベル上げしたらレベル36のね、あのスザクの兵がめちゃくちゃ出てくるから。てか無限脇やからね、できると思います。というわけで、私は帰ろう。なんやねん、このゴキブリみたいな走り方は。そうですね、かわいそうに。行きましょう。にょん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 。こちら第六小隊、現在避けるね、地球増援を。避けるね。よし、待ってよ。あー、かわいそう。アイス。
いやー、殺したくないね、スザクの兵は。悲しいよ。なんもないか。オッケー。さーて、なんかおるな。殺そう。かわいそうに。番外者さんね、かわいそうにね。一匹だけか？ん？無限分けか？おめえ。番外者をひたすらここで突き刺して倒す作業をしてレベル上げするのもありやな。いや、それやるとしたら今じゃないよな。配信外なんよな。だってさ、いや、マジでな、やりたい気分なんやけど、いや、すごい、やりたいで、レベル上げね、できるんやったら。やりたいけど、ちょっと今はね、やっぱ進めんとね、ミッションやから。ね。っていう感じ。ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーン。めっちゃ出てくるし、アイテムあるし、これ欲しい。戦闘支援剤か。待ってね。なんかあるかな、アイテム。まあね、なんていうか、すばしっこよく動いてくれるからね、操作はしやすいような、しやすくないような。操作はしづらいけど、まあ、サクサクいってくれるからね。そういう面では、ストレスはないかな。アイテムない？まあ、いっか。行こう。さて、外に出てきましたね。なんかないかな。いや、結構ね、多分見逃しとかあると思うんですよ、私は。光っとっても気づいてないとかありそう。大丈夫かな。これ、坂登れないの？こいつ、ルシアと無理かい。なんかないかな、ここら辺。ないか。ここら辺ない？ないか。端っこない？ないか。よし。いたわ、こっちよ。はい、どうも。はい、どうも。避けるね。こいつ命中率低いぞ、このマキナ。よいしょ。いや、私が下手くそなんか。いや、マキナのせいや。なんかの音？なんか、ゴーって言うと、煙が出てるからか。ね。あいつらか。しまったか。ここにも来そうだがな。俺に武器を向けさせるな。何を言うとや、マキナ。あ、上がったレベル。ねね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 あいつらかって言ったってことは、クラスゼロ覚えとんっちゃ覚えとんかな。クラスゼロのことはね。もう、もう進んで。これ無限分けやろ。あ、でもなんかね、評価にファントマス関係ありそうな気がするんやけど、どうなんやろ。関係あるんかな、評価に。ファントマス関係ない時もあるからさ、関係ある。まあ、いいか、進もう。よし、ゴー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 。ここが奴らの最後。ダメージ2000以内にゴーレムをってわけで、オッケー。ダメージ受けんといこう。はい、分身がこんなにあっさりと。ゼロダメですね。化け物め。そう、なんかね、化け物というか、こいつ殺せへんの？無理。あ、バリケード壊す？まあそんな感じでね、進んでいきましょうか。待たせたか？やべえ、ギルガメッシュか。試させてもらうぜ。やばいやばいやばい、ギルガメッシュ。待て、いけるか。おうよ、またこのような場所におったのですか。エンキドゥか。先日も執政官殿に叱られたばかりでありましょう。あいつの言うことなんてどうでもいい。それよりも見ろよ、エンキドゥ。いい眺めじゃねえか。
ここからだと国の全てが見て取れる。余がこの全てを守るんだ。しかし力だけでは守れませぬぞ。民を守るためには政治も知識も必要です。これからこの国の全ての民はあなたの歩む道をたどるのですからな。へいへい、相変わらず固いなお前は。エンキドゥ、何か？世が道に迷った時はお前が正してくれ。幼い頃からの付き合いだ。お前にだけはその権利をやるよ。ジョイ。これで許せや、エンキドゥ。ここを通らないと総督府に行けない。見逃してくれないか？うん。示してみろ、てめえの力を。残念だよ。示せねえなら死んどけ。いや、殺したくないな。ジョイ、待て。というわけでギルガメッシュ戦なんですけど、いや、さっきのさ、ムービーさ、ギルガメッシュが玄武の王様みたいなね、感じでしたね。王、玄武の王様やけど、まあ玄武は吹き飛び、クリスタルもなんか勝手に取られてね、もうなんか、もう玄武が一番かわいそうなんですよね、この世界でね。ほんでエンディングではさ、みんなね、クラスゼロのみんながさ、語り合っとうときにさ、白虎や蒼龍にも行きたいって言ったとき、玄武はっつって、玄武はどうしたって感じなんですけど、まあ玄武はね、まあ吹き飛んだから、亡くなったからな、行くもクソもないんですけど、でも玄武のこともね、ちょっとね、言うてあげてほしいよなっていう感じで、ギルガメッシュがかわいそうでね、私はね、殺せません、殺せませんって言っとう暇もないんですよね。殺されるんで、頑張ります。痛い。これブレイク狙わなあかん感じ、それともあ、ブレイクか。当たらへんねんこいつ、攻撃射程範囲狭いから。当たったわ。スピンドライブした方がいいかな、ああいう時。痛い。画面酔いする人はギルガメッシュについてるターゲットマーカーだけを見ててください。待って、ちょっと素振りさせよう。この旗とか邪魔やな。オッケー、よいしょ。まあね、一応私にも リジェネついとるから回復はしおるんやけど、オッケー、オッケー。もうギルガメッシュとは何回も戦ってきたから私は慣れたぞ。いや、スピンドライブね、ブレイクの時に使おうかなとは思ったけど、スピンドライブね、ためがいる、ためとは間に、ブレーキ遂げれる可能性があるから。あ、いけましたね。あ、うまいことタイミング測ればいけましたわ。うん。スピンドライブね。これ来るぞ。あ、いけるいける。オッケーオッケー。スピンドライブいけるわ、タイミングさえ測れば。オッケーオッケー。ギルガメッシュ殺したくない。勝っちまったよ。やるじゃねえか。よっ、現場の。ごめんね、このマキナが言うこと聞かんくて。
クリアタイム B? やっぱ、ファントマ取るに時間取りすぎたか。ファントマ68個も取ったんか、そんなにいらんかったな、ファントマ。多分、A 取るに。やから、ああ、バランスが、タイムとファントマ数のバランスがちょっと取れてなかった。ファントマ何個でやればよかったかな。うん。タイム A はいけると思うんやけど。やっはーって感じでね。はい。ラストエリクサー。はい。めっちゃラストエリクサーが手に入るゲーム。どうも、FF 零式です。なんやろ、難易度弱いやからかな。ここで大丈夫か?はい。ありがとう。サンキュー。君は。私たちとあなたたちは似ていますね。またいつか。ま、ティスがそう言うなら似てんだろうな、俺たちは。んじゃな、もう一人の俺。もう一人の俺。ということでね、ティスと、ジョーカーじゃない、名前だ、何だっけ?ティスとジョーカー?あれ?ジョーカーやったっけ?もう一人忘れちゃったけど。その、もう一人の俺って今言ったじゃないですか。っていうのは、その二人がおらんくなった席に、レムとマキナが来たから、まあ、ね、それで、私たち似てますね、みたいな感じでティスが言って、みたいな感じで、ほんでもう一人の俺っていうのは、まあ、自分たちの代わりに入ったのがこの二人やから、っていう感じ。です。はい。時の歯車。これは見ましたね。というわけでね、レブがパーティーから外れました。はい。帰ってきましたね、スザクに。まあ、一周目の時はね、もうなんか急展開すぎてわけわかめ状態でしたけど、皆さん。まあ、二周目みたいもね、わけわかめ状態ですよね。もうね、私が一つ言えることは、考察サイトを見ましょう。私説明下手くそやし、私自身も全部ね、把握しきれとる、理解しきっとるっていうわけじゃないから。見たこともない様式の神殿が現れ、うん、世界がルルサクという敵に埋め尽くされた。スザクでは、院長を含めた各局長とも連絡が取れなくなり、武士シュユやマキナも、行方不明になった。支持系統を失った候補生たちは、うん、世界を領辱しているルルサスに挑み、殺されていく。院内は、混乱の一途を極めた。この仮面の人が誰かっていうと、その中で、クラステロが行っていた、審判者の、クリムゾンの存在が露見し、人です。クラステロは、不満の吐け口として、スケープゴートとなっていった。フィニスの、なんて言ったらいいんやろうね。フィニスという判決。そう。そういうこと。あー、あんまり詳しく言いたいけどね、私も分かってないから。何がなんちゃらわけわかめなね、単語もいっぱい出てきとうと思うんですが、なんていうかね。シドは、神殿に行ったじゃないですか。あれは、なんていうか、神になりたいとかそういうわけじゃなくて、もうね、このクリスタルに、これ説明したかもしれんな。説明したかもしれんけど、このクリスタルに支配されとるこの世界をね、もう、潰したかったと。潰したかったっていうか、ね、もう嫌だったんですよ。うん。ほんで、クリスタルのに支配されとるこのね、まあ、国、オリエンス大陸を作ったのは、まあ、ドクターアレシアで。はい。ドクターアレシアは神様、みたいな感じですね。螺旋の神、っていう感じですね。はい。そういう感じでして、ほんで、フィニスっていうのは、なんか、まあ、審判者。シドがね、審判者になりたいわけじゃなかった。シドは、ね、審判者に挑むっていう感じで、なんていうか、この世界をなんとかしたくて、ね。ルシじゃねえ、なんて言うやろね、クリスタルに支配されとる、この世界はおかしいみたいな感じで、自分は、そのまま、お城、最後のラストダンジョンに行って、その審判者に、ね、なんかいろいろ話しかけたんか、語りかけたんか知らんけど、その時に、じゃあ、お前は審判者、じゃあっていうか、そこの、
ね、審判者の人に指導は、あの、お前は審判者になれみたいな感じでね、さっきの仮面おったじゃないですか、仮面のよくわからん一瞬だけ映ったね、ブービーに仮面の人に言われて、でもシドはそれを断ったんですよ。俺は審判者なんかにならんっつって。やけどそんでそこで自害したんですよね。うん、自害したいんやけど、そのままやっぱの取り込まれてしまってっていう感じ。言うたらもう声とか、なんていうか、その器とかはシドのやつを取り込んだから、シドの声とか器なんやけど、あの器っていうか、あの声とかなんやけど、あの審判者はね、あの不合格だとか言おったよ、ラストダンジョンでね。あれはシドの声とかないけど、シドの魂は死んでます。はい、勝手に操られとるだけでありっていう感じです、審判者というよくわからない人たちに。ほんでドクターアレシアは言うたらその審判者を倒したいんですよね。うん、言うたらその審判者、一瞬だけ仮面の人が映ったけど、さっきムービーで、その人もなんか神様みたいな感じなのかな。うん、でちょっと仲が悪いみたいな感じなんですよね、ドクターアレシアっていう、あの神様とそこの審判者の神様は仲が悪くて、ドクターアレシアはあのクラスゼロのみんなを使ってね、そこのね、あの審判者を倒してね、なんかね、したかったみたいなんやけど、よく分からへんけど、そこら辺はちょっと詳しい解説に求むっていう感じなんですけど、うん、やからもうね、この世界をもう壊しては作り直し、壊しては作り直しみたいな感じでやっとるんですよ、ドクターアレシはずっと。6億回60億回どっちかやったと思いますが、ずーっとみんなの不安を煽るなやってて、そもそもお前たちクラスゼロが来てから何もかもおかしくなったんだ。はい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 、そうさ、あの しゃべらせてもらっていいですか。すべて人のせいにするつもりですか。あの、しゃべらせてもらっていいですか。お前らのせいで、スザクは、いや、オリエンスがおかしくなったんだ。オッケー、黙った、黙った、あの子、オッケーっていう感じ。あのね、うまいこと説明できひんねんな。やからまだね、ほんまね、詳しいのはね、解説サイト、考察サイトめちゃくちゃあるから、それ見た方が正しいと思う。私の、あのね、あのゴダゴダのよくわからん発言よりかは、あの正しいと思います。うん、っていう感じですね。うん、どこ行くっつった、あ、クリスアルトクリスタリウムに行くっつったっけ。ここですね。封は切られ、魂の解放はなされた。この魂の解放はなされたっていうのは、みんなのクラスゼロの魂をもね、あのな、今のは解放しようかなみたいな感じじゃねえかなと私は思ってる。言うたら死んでも生き返るみたいな感じなんやけど、クラスゼロはね、マザーのおかげで。でもそれをなくすっていう感じかな。刹那の、うん、いえ、虚空の先、涅槃寂静のごとき可能性に。マザー、それって何の話？最後の1ページは自分たちで記しなさい。そう、ここもまあ、なんていうか、最後の1ページっていうのはまあね、何回も言ったかもしれんけど、生き方を選んではいないのだから、自分らで生き方を選んでいないって、なんとかしろみたいな感じなのかな。そのクイーン、あなたならわかるでしょ。まあなんていうか、人としてね、最後だけは、今まではあのもうほんまにあのマザーのね、アレシアの任務、あの指示にしか、この子たちクラスゼロのみんなはね、従ってこんかったし、言うことも聞いてこんかったんですけど、なんていうか、最後はもう人間らしくしてあげたいなっていうマザーのそういう思いがあって、最後はなんていうか、君たち自分らで選びなさいみたいな、自分らでやりたいことやりなさいみたいな感じなんじゃないかなっていう感じに思ってます。はい、
そういう感じ、あの人間らしくさせてあげたいっていうちょっとそういう思いで最後は選びなさいみたいな感じなのかなっていう風に思ってます。まあなんていうかね、マザーはねクラスゼロのみんなに対してあのまあ優しかったじゃないですかね。でもね、ほんでみんなはねあのマザーマザーっつって慕っとったけど、まあなんていうか優しかったけど、なんかほんまなんかほんなんかなんていうやろね、言い方悪くすれば優しかったけど、まあ操り人形みたいな感じでみんなのことをね操ってたっていう感じなんかな。魂をね作り出してね、あの何回も審判者に挑ませて 6億回か60億回どっちかやけど、それね、ほんであのその度に殺してきた。え、どこ行くっつった？あ、上か。オッケーオッケー。星姫来とうかなと思って来たんやけど違うった。やからその度になんかね、殺しては生き返らせ、殺しては生き返らせ、ね、失敗したら世界壊してもう一回再構築させみたいな繰り返しをもうね、もう億万回かなしてきたからね、なんていうかほんまに愛情っていうものがあったのかなっていう感じなんですよね。手の空いている方は負傷者の治療にご協力ください。候補生は持ち場を離れず防衛体制を整えてください。よいしょ、だからまああんまりちょっと説明ベタやからさうまいこと言えへんしさ、私もさそこまではっきりとさこれはこうでこうなんですっていうほどさ理解しきれてないからね、すいませんっていう感じです。現在どこ行くってクラスゼロか。分かり次第お伝えしますので浅はかな行動を起こさないようお願いします。ラストダンジョン行けるかなと思ったけどちょっと行けへんな今回ね。次回ラストダンジョン最終回にしよっか。これは個人的な放送になりますが、はい、ここら辺のムービーも変わりませんね。エントランスに何か近づいてきてくる。パパパパパというわけで、星見さんですね。このゲームは2周目3周目っていろいろあるけど、なんていうかね、あのギャルゲーみたいな乙女ゲーとかそういうギャルゲーとかで選択肢によってエンディングが変わったりとかストーリーが変わったりっていうのはございません。ないです。だから死ぬ人は死にます。絶対何があっても倉雨さんもそうやしカトル純章もそうやし、そうなんですよ。死ぬ人は死ぬんです。うん、だからクラスゼロもこのエンディング回避はできません。ただもう一個ね、何だっけもしもやったっけ、なんかそういうエンディングがあるんですけど、まあそれはもうなんか架空のエンディングみたいな感じですね。てかおらんやん和沙さん、うんっていう感じですね。もうもらえるもんはもらっていこうぜ。もうガンガン彼らやろ。ラストエリクサーくれる人たちばっかりやからラストエリクサーの数がね多分ね今はえげつない数なんじゃなかろうかと思うのですが、いやーなんかねもうちょっと詳しく説明できたらなーとは思うんやけど、専門家じゃないしね、ちょっと理解できてないことも多いし、え、そうやったんってコメントで知ることもあるし実はコメントで、え、そうやったんけみたいなことを知ることもある、このゲームやっとって。あ、エリクサー、オッケー、あ、アリアちゃんね、お亡くなりになったからね。だからね、私よりも全然詳しい人おると思うし、私も間違ったこと多分言うとることもあると思うから、もし間違ったこと言うとったら正していただけると幸いです。ごめんね。私ちょっと、そこまで専門家じゃないし、そこまで理解しきれてないから、ね。ちょっとね、こうなんじゃなかろうか、みたいな感じでは喋ってますが、はい。まあ他は話しかける人は話しかけたかな。うん。OK ですね。
はい。というわけで。いや、私ね、ちょっと待ってね。次回、星姫さんに話しかけてラストダンジョン行きます。今回はここまでにしますが、ちょっとここからちょっとお話タイム。なんで私はマキナとレムが嫌いなのかというと、ね、これはね、なんていうかね、やっぱりゲームプレイしとったら、どうしてもね、クラスゼロのみんなを、プレイすることが多いんですよ。やっぱりこのゲームね。マキナはたびたび任務から外れるし。ね。ほんで、レムがまあ、ずっとおるから、使う人は使うと思うんやけど、まあやっぱりさ、こんだけさ、メンバーおったらさ、こんだけおるのよ。ね。12人か ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人か。こんだけおったらさ、やっぱりさ、愛着湧くやろ。誰かしらに。キャラクターさ、声優さん好きで、この声優さんが好きやからこのキャラクターが好きとかさ、私もそうなんですよね。言ったら、このデュースが、もう、可愛すぎて、私は愛着が湧きました。うん、めちゃくちゃ、好きです。しかも他にも好きなキャラクターもおるし、むしろクラスゼロのキャラクターはみんな魅力的やなって思うんですよね。うん、やっぱ特別感があるやないですか。ね。みんなが魔法使えへんつって、ジャマーのせいで使えへんっていう中でも、この12人だけは使えるじゃないですか。そういう特別感っていうのが私結構好きで。やから、なんかそういうのなんか中二病っぽい感じかもしれんけど、なんかそういうのが好きで、やっぱクラスゼロね、やっぱいろいろ使っとったらやっぱり愛着湧くんですよね。うん。で、まあ、やっていきよったら、マキナがたびたびパーティーから外れましたとかなるし、ほんで、マキナはなんか、急になんか切れ出すし、ね。まあ、いや、気持ちはわかるで、気持ちはわかるし、ね、普通やと思うんやけど、やっぱりさ、なんか、ねっていう感じで、まあ、それもストーリーやからなって思うんやけど、一番やっぱり納得いかんのが、エンディングで、クラスゼロのみんなだけが死んで、マキナとレムがね、普通に生きて、普通になんかね、ほのぼのっていうか、まあ平穏に、ね、将来を過ごして、ね、ほんで寿命が来て死ぬみたいなさ、そういうなんか、普通の人間としての生き方をしとるのが、やっぱりさ、ねえって感じで、なんか、優遇されとる。まあ、その二人が優遇されとんやけど、このゲームは。まあ、そんな感じで私は思っとるけど。やっぱりクラスゼロのみんなも生きとって、ちゃんとね、最後まで生きとって、ちゃんとそうやって人間として、ね、生涯を終えるみたいなさ、そういう楽しい感じっていうかさ、普通のそうやってハッピーエンドのエンディングやったらよかったのになって、それやったら多分、なんていうか、マキナとか、ね、レムのことを嫌いになったりとかはないと思うんですよね、正直。私はマジでね、そこなんですよね。そこがちょっとなっていう。やっぱそのエンディングが一番引っかかるかなっていう感じかな。愛着沸かせとる、わって、なんかわ、ね、湧いた、ね、キャラクター全員やっぱ死ぬ運命。ほんで、まあそこでね、マキナとレムもね、クリスタルになったやん、あの時ね。ほんで、そのまま死んだままとか言ったらええけどさ、ね、なんか知らんけど、ドクターアレシアがさ、生き返らせてさ、クラスゼロのことは忘れないであげてみたいな感じでやってるから、もう、ファーみたいな感じで。なんでその二人だけさ、生き返らせてさ、なんかさ、みたいな、感じでさ。いや、まあなんていうか、ストーリー的にはクラスゼロが最終的には選んだっていう感じやから、ね、道をね、広げたっていう審判者倒して、この世からクリスタルがなくなる、クリスタルがなくなったのは、エンディング後ね。ドクターアレシアがこの世界から去ったからなんですよ。うん。この世界から、おらんくなったんですよ、ドクターアレシアが。やから、クリスタル、各国の、4つのクリスタルは威力をなくしてしまってクリスタルのない世界になったんですよね。だから死者の記憶を忘れることもないっていう世界になったんですよ。うん。そういうことなんですよね。だから、まあそういうことなんですけど、なんかね、クラスゼロも普通になんか人生迎えて欲しかったなって私は思います。それが悲しいっていうか、それがなんか、なんだかなーっていう感じで、まあなんかクラスゼロがまあ最終的に選んだ道っていう感じで言うとるけども、なーとは思うんですよね。まあそこでマキナとレムもね、死んだままやったら、まあ、そういうエンディングか。みんな死ぬけど、
ね、その後は、まあ、普通の世界になるのかな、みたいな感じで思えるけど、ね、ほんまに、っていう感じ。やから余計にマキナとレムは、って感じになってまう。っていう感じなんですよね。そう。そういう感じなんですよ。うん。そう。やから私は当時は、ほんまにマキナとレムは好きじゃなかったです。今もまあ、そこまでね、好きっていうほどでもないかなっていう感じ。やっぱクラスゼロのみんなが魅力的やから、私から見たら。うん。やっぱりクラスゼロのみんなは好きやし、っていう方になるかなっていう感じです。はい。すいませんね。長々と語ってしまいましたが。まあ、私がマキナ、ってなっとるのは、まあこういう感じかな。当時は、PSP 時代の時も、私結構ネットで調べたりしとって、やっぱりマキナの評判すごい悪かったんですよね。んで、なんでレムの評判は悪くないんやって思ったんやけど、まあレムは可愛いから許すみたいな、そういうね、コメントも結構いろんなとこで見かけとってネットで、可愛いから許すってなんやねんみたいな感じで、可愛かったら何でも許されるんかおーとか思って、私はちょっとそれは納得できんかったけど、そういうなんか感想とかコメントとかね、うん、当時ね、あったからさ、うん、結構印象的に残ってますが、ねっていう感じ。可愛かったら許されるんかっていう感じですけど。ね。可愛いって正義っていうような、まあって感じ。じゃあ、マキナも可愛かったら許されるんかっていう話ですけど。まあ、よくわかりませんが、まあ、そういう感じです。はい。すいません。長々と語った、コントローラーが落ちちゃった。長々と語ってしまいましたが、まあ、私が、まあ、そういうね、マキナレムに対して、なんかちょっと厳しいなって思うこともあると思いますが、それは、まあ、そういうやっぱ思いがあるからかなって。そうなんですよ。うん。やから、ね、まあ、人それぞれ思うことは違うし、逆にマキナとレムのこと好きになったマキナのことが一番好きやっていう人もおるし、やからほんまに人それぞれね、思うこと違うんですよ、このゲーム。うん。そう。やから、ね、人それぞれの意見があって全然良いと思いますしね。うん、その方が良いなって思う。っていう感じでございます。ではね、ちょっと今回はね、ちょっと短いって感覚麻痺しとるよな。すげえな、50分ぐらいやっとんのに短いとか言ってますけど、いつもにまあ、比べたら短いんですけど、まあね、今回ここまでにしたいと思います。まあ次回はね、神殿、ラストダンジョンなんですけど、そこは変わりません、内容は。うん。裏ミッションとかもなかったはず。なかったはずやぞ。うん、ないよな、多分。うん、なかったと思われます。ので、まあ普通に、サクサクーとね、行って終わりましょうかね。はい。というわけでね、来週じゃない、次回最終回になります。よろしくお願いいたします。では、またねー。バイバーイ。ありがとうございました。